はい、こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、贈与税の1回目、基本的な部分を解説していきたいと思います。まず、贈与税っていうのは、どういった税金かというと、個人が個人に対して財産を贈与した場合に課される税金なんですね。個人が個人に対して財産を贈与した場合、これが贈与税の対象になってくるんです。ちょっとこちらの表を見ていただきたいんですけども、あげる人、無料でプレゼントする側の人を贈与者と言います。一方でプレゼントをもらう側、財産をもらう側の人を受贈者という言い方をします。で、今お話しした通り、個人から個人に贈与する。これ、贈与税の対象ですよね。じゃあ、個人から法人にあげる場合、どうなるかっていうと、この場合、法人税がこの人に課されます。法人に対して法人税が課されます。また、法人が個人に対して財産贈与する場合、この場合は贈与税の対象ではなくて、この個人は所得税の対象になってくるんですね。また、法人が法人に贈与する。この場合は法人税の対象になるということです。なので、贈与税っていうのは、個人が個人に対して贈与した場合、課される税金なんだ、というところをまず頭に入れておきましょう。で、この贈与税を払う納税義務者って誰かというと、受贈者、つまり財産をもらった個人、この人ですね。あげた人ではなくて、もらった個人、この人が贈与税払わなければいけません。もちろん、個人がもらう財産の金額が小さいというのであれば、後々お話ししていくんですけども、贈与税払わなくてもいい場合があります。で、続いて、課税主体ですね。誰が贈与税を課すのかというと、これは国です。国税になります。これまで勉強した中で国税何があったか覚えていますでしょうか。まず印紙税ですね。あと登録免許税、所得税、あと今回お話する贈与税。これまで勉強した中で言うと、今回含めて4つの税金が国税です。これすべて頭に入れておきましょう。で、納税方法。これは申告納税になります。これやったことがある方いると思います。例えば親から贈与してもらったとか、財産贈与してもらったってなってくると、贈与税の申告が必要な場合ありますので、申告納税をするということですね。で、これいつやるかっていうと、贈与をしてもらった翌年の2月1日から3月15日までに行います。所得税の確定申告については、翌年の2月16日から3月15日までなんですけれども、大体所得税の確定申告もやらなければいけない人の場合は一緒にやる場合が多いですね。なので2月16日から3月15日、所得税の確定申告の時期と重複する時期に一緒に行うという場合が多いと思います。で、課税方法ですね。贈与税の課税方法については、相続時精算課税と歴年課税、この2つがあるんですね。で、よく試験に出るのは相続時精算課税の方です。なので、これについては別の動画で解説していこうと思います。で、こっちの歴年課税ですね。歴年課税について今回簡単にお話しすると、歴年課税っていうのは、1月1日から12月31日までにもらった財産、この全額ですね、全額を足し合わせて、そこから基礎控除、110万円を差し引くことができます。で、差し引いた結果、残った金額、これに税率をかけて、贈与税を計算するんですね。で、税率っていうのは、その110万円を差し引いた後の金額によって変わってくるんですよ。まあ、細かい税率については覚えなくてもいいです。で、今お伝えをしたこの基礎控除110万円があるので、例えば1月1日から12月31日までに100万円の贈与を例えば親から受けたというのであれば、これ基礎控除110万円を差し引くと0円になるので、まあ、贈与税は支払わなくてもいいですよっていう話ですね。そして、相続時精算課税と歴年課税っていうのは、これ選択することができるんですね。つまり、相続時精算課税の方法で計算をするということも OK ですし、また歴年課税で計算するっていうこともできます。これ選択することができます。ただ注意が必要なのは、
一度相続時精算課税選んじゃうと歴年課税にその後もう戻ることはできない、それ以降歴年課税に戻ることはできないということなんですね。逆は大丈夫なんですよ。ずっと歴年課税を続けていて、でその後相続時精算課税にすると、こっちに変更することはできるんですけども、一度相続時精算課税選んじゃうとそれ以降は歴年課税にもう戻ることができなくなっちゃうっていう特徴があるんですね。この点は注意をしておきましょう。で、このあたりはちょっと細かいので、ここまでは、まあ、できれば覚えるぐらいでいいです。まあ、それ以外の部分についてはできればですね、頭に入れていただきたいんで、ぜひ頭に入れておきましょう。このあたりまで勉強する人少ないと思いますんで、もし出たら、ここで差がついてしまいますんで、ぜひ何度か動画見ていただいて復習していただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。